こんにちは、川島屋です。この動画では大豆とにがりを使ってご自宅で手軽にできる豆腐の作り方を紹介します。豆腐作りに必要な材料は大豆、大粒の大豆がおすすめです。にがり、海水からできた天然のにがりがおすすめです。豆腐箱、あると便利な道具として温度計、ザル、お玉、ミキサー、布巾などがあります。豆腐作りには全部で14個のステップがあります。ステップ1、大豆の洗浄。ステップ2、大豆を水につけておく。ステップ3、大豆の水を切る。ステップ4、大豆の粉砕。ステップ5、生ごを煮込む。ステップ6、ザルに腰布をセッティングする。ステップ7、ごを腰布にすくい入れる。ステップ8、ごを絞る。ステップ9、豆乳を温める。ステップ10、にがりを用意しておく。ステップ11、にがりを加える。ステップ12、豆腐箱にさらし布をセッティングしておく。ステップ13、固まってきた豆乳を豆腐箱に流し込む。ステップ14、豆腐箱に重石を乗せる。以上、14個のステップで上質な豆腐が出来上がります。それでは実際に豆腐を作っていきましょう。ステップ1、大豆の洗浄。大豆をよく洗います。虫食いなどの傷んでいる大豆は取り除きます。大豆をボウルなどに入れ、皮が破れない程度にゴシゴシすり合わせて洗います。よく洗うことで土や汚れを洗い流してください。ステップ2、大豆を水につけておく。洗った大豆を大豆重量の3倍程度の水につけます。大豆 280g なら水は 840ml 程度につけます。乾燥大豆は水を吸うと重量は約 2.3 倍、容積はおおよそ3倍程度になります。大きめのボウルを用意しましょう。ここまでの作業が仕込みになります。豆腐作りの前日に行っておきましょう。水につける時間は冬の水温0から5度程度であれば20時間程度、春や秋の水温10度から15度程度であれば15時間程度、夏の水温20から25度程度なら8から9時間程度が目安になります。浸石後の大豆です。十分に水を吸った大豆は約 2,3 倍の大きさに膨らみます。水に浸かった豆を取り、爪で半分に割ってみましょう。半分に割った大豆の表面が平らになっていればちょうど良い浸石具合です。ステップ3、大豆の水を切る。浸石した大豆をザルに移し、しっかりと水を切りましょう。ステップ4、大豆の粉砕。水気を切った大豆をミキサーに入れて粉砕します。大豆のおおよそ1から 1.5 倍の水を加えて滑らかになるまでミキサーにかけます。水はミネラルウォーターや水道水を半日程度汲み置きしたものを使用すると豆腐の味がまろやかになります。できるだけ細かく滑らかなクリーム状にしましょう。ミキサーの大きさに応じて2、3回に分けてミキサーにかけると滑らかになりやすいです。ミキサーの強度にもよりますが、おおよそ1から3分程度で滑らかになります。これを生ごまたはひさごと言います。ステップ5、生ごを煮込む。ミキサーで滑らかになった大豆の汁、これを生ごと呼びます。生ごを鍋に移していきましょう。そして焦げつかないように弱火でじっくり煮ていきます。煮る時間は20分から30分程度です。
煮ている間は鍋底から全体を常に静かにかき混ぜるようにしましょう。ステップ6、ザルに腰布をセッティングする。具を煮ている間にザルに腰布をセットしてボウルの上に置いておきましょう。ステップ7、具を腰布にすくい入れる。具を2、30分煮たら火を止めて具を腰布にすくい入れます。熱いのでお玉を使って行いましょう。ステップ8、具を絞る。具の入った腰布をヘラなどを使って絞ります。この時の絞り汁が豆乳です。冷めると絞りづらくなるので温かいうちに火傷に気をつけながら絞りましょう。冷めてきて手でも触れる状態になったら両手で絞っても良いです。豆乳とおからに分離されました。ステップ9、豆乳を温める。豆乳を鍋に入れます。そして豆乳を温めます。75度から85度になるまでゆっくりと温めていきます。この時の温度が大変重要になります。温度計などを使用して温度を測りながらゆっくりと弱火で作業をしていきましょう。ステップ10、にがりを用意しておく。豆乳を温めている間ににがりをぬるま湯で溶いておきます。天然のにがりを使用する場合はおおよそ 20ml のにがりに50度程度のお湯を 50ml 入れるのが目安になります。お湯とにがりを入れてよく混ぜておきましょう。なお、にがりとぬるま湯の量はにがりの濃度によっても異なります。ステップ11、にがりを加える。温めた豆乳に溶いたにがりをゆっくりと入れます。この際しゃもじなどににがりをかけながらゆっくりと流し入れましょう。にがりを入れ終えたらゆっくり 2、3 回静かに混ぜましょう。混ぜすぎると固い豆腐になります。にがりを入れ終えたら20分から30分程度鍋に蓋をして蒸しておきます。ステップ12、豆腐箱にさらし布をセッティングしておく。豆乳が固まっている間に豆腐箱にさらし布を敷いておきます。豆腐箱の下から出てくる水分を受け取るために豆腐箱をトレーなどの上に置きます。その際豆腐箱の下に割り箸などを置きトレーの底面から豆腐箱を少し上げた状態にしておくと良いでしょう。この時水で布を湿らせておくと豆腐箱の型にしっかりと貼り付き形が整いやすいです。ステップ13、固まってきた豆乳を豆腐箱に流し込む。固まってきた豆腐を豆腐箱に流し込みます。なお、豆腐箱に入れる前の状態を寄せ豆腐あるいは組豆腐と呼びます。ぜひ寄せ豆腐も一度味わってみてください。ステップ14、豆腐箱に重しを乗せる。固まりつつある豆腐を豆腐箱に流し込んだら押し蓋をします。さらに水を入れたコップなどで重しをして水を切っていきます。重しの重量で豆腐の硬さに違いが出てきます。計量カップ100から 200g 程度の水を目安にしましょう。お好みの硬さになるまで30分から2時間くらい重しをしておきます。豆腐の完成。豆腐が固まったら箱からそっと抜き仕上げ布に包んだまま豆腐を取り出します。ボウルなどに水を入れてそこで冷やしておきましょう。美味しい豆腐が出来上がります。手作りの豆腐は大豆本来の濃厚な旨味と甘みが魅力です。一度食べると市販の豆腐では物足りなくなるかもしれません。ぜひ自分好みの豆腐作りをお楽しみください。おからの利用方法。大豆の汁を絞った後のカス、これをおからと呼びます。おからは刻んだ椎茸や人参などと一緒にオリーブオイルなどで炒めると美味しく召し上がれます。おからクッキーなどにするのもおすすめです。
ぜひご自宅で上質な豆腐作りを楽しんでみてください。なお、川島屋では豆腐作りに最適な国産の無農薬大豆や天然のにがりを提供しています。また豆腐作りの分かりやすいレシピも掲載しています。よろしければ一度川島屋のサイトもご覧ください。それでは豆腐作りをお楽しみください。川島屋でした。